とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はデイリークエスト、良さそうな場所が出てるので、クリアしていきたいと思います。レッドストーン鉱山、レベル3なんだよね。レベル3だけども、プレイヤーの HP は 100% 増加します。で、速度も 20% 増加。敵は雷のエンチャントを持っています。これだね。まあ、ちょっと前に別のところでやったことがあるんだけども、まあ、なんとかいけた。で、ここは、ちょっとね、途中の村人を助けるミッションが難しいかもしんないけども、まあ、とりあえず、やってみましょう。今日の武器は、まあ、とりあえず不滅のナイフまず使っていって、で、ちょっときついなーってなってくると、ちょっと変えましょうか。ブロードソードとかもいいかもしんないね。ホークブランドとか。そのあたりをちょっと使い回しながらやっていきます。はーい。で、今日弓は、ファイアボルトスロワーできてます。基本的にハープクロスボウばっか使ってたんだ。おい、おい、ちょっと待て。あぶね。ちょっと待て、きっつい、びっくりした。あのねこの攻撃速度がもともと速くないやつで、敵が霊気持ってるとむちゃくちゃきつい。びっくりした、ここまできついか。スポナーがいるとちょっときついね。そうかそうかそうか、これエンチャはあれだもんね、100% 来るから、おい!やっべ、もう!攻撃されたら確実に雷が降り注いでくるっていうやつだ。やばいね。相当きついよ。よし。まあ、爆発で結構周りを倒してはいけるんで、そういう戦い方で。ちょっと待て!ちょっと待って、クリーパーか。このクリーパーの数ちょっとやばいな。はい。よっしゃー。ちょっと一匹ずつちょっと減らしていこう。一匹ずついかないとこれちょっときついぞ。火炎もついとるしね。やっべー、死ぬ死ぬ。ちょっと待って、ここで動かんくなるとかやめろ。よし。あと何匹?うわ、なんじゃこの数。よっしゃ、最後。はぁ、食らってしまった。あ、しかも、アミュレットつけてない。よし。オッケー。やっぱレベル差きっついな。よし。なんでこいつ、HP 高いの?回復も何もついてないんだけどね。よし。オッケー。力ポット入ればだいぶいいよ。よし、うおっ、いや霊気か、いや霊気強い、霊気きつい。よし、ふう、こいつらが霊気か。爆発、霊気やめてくれ、霊気やめてくれ。霊気きついです。よし。ここで、トロッコに挟まれて、やられろ。よし。オッケー。ふぅ、きつい。うわぁ、レッドストーンゴーレムが来たー。お、挟まった。でももったいないな。もったいないな。矢を使うのはちょっともったいない。ああ、この挟まったところを倒していこう。よし、これで終わりだ。いけるやろ。よし、おお、まあ、そっか。古代狩りじゃないからね。別に必要ではない。問題ここだよね。ここをクリアしていけるかどうかなんだよな。いや、きつい。きつすぎない?
ちょっときつすぎないか。もうちょっとか。もうちょっとだぞ。よっしゃ、いけた。オッケーオッケーオッケー。ちょっとずつ引けば、いける。でも、次きついんだよな、次きついな。ボスはね、多分何とでもなると思うのよ。ボスは何とでもいける。次の村人救出イベントのところだな。そこがちょっと難しいんじゃない？おっと、なんかすごいのがいるぞ。なんか嫌な音してるな。帯電持ちがいるっぽいね。うーわー、帯電クリーパー。これちょっとなんとかしないとな。普通じゃあやられるね。どうするか。とりあえず、霊気を持ってる、この雲がいると、どうしようもない。オッケーオッケーオッケー。とりあえず敵の攻撃力を下げて、食らうの前提で行くしかないか。これきつい。オッケー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 。これで行こう。もう食らうの前提で、もう倒しに行こう。オッケー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 。いいよいいよいいよ。もう食らうの前提でいい。食らうの前提でいいから。よし。オッケー。ようやく入り口か。まあ、ちょっとずつ減らしていくしかないね。よっしゃ、来い。うわ、めっちゃ来た。来たね、来やがったぞ。よし。オッケー。おお、頼む。よし。やっぱり爆発が強い。爆発はいいね。こうやってね。ちょっとずつ削っていくっきゃない。よし、オッケー。エンチャンターは辛いからね。よし、はい、来い。おお、いいよ。よし、どんどん来て。減らしていくから。うわ、もう雷のダメージ、ぐえ、うい、おいし、おいし。これなんかいける気がしてきた。いけたっしょ。オッケー。もう少しだ、もう少し。ちょっと入り口にいた、もう、よっぽどやばそうなやつは、先に矢で、始末しときました。じゃないと絶対きついもんね。オッケー。お、なんか、空中にいるね。びっくりした。よしよし。単発の敵は全然余裕だよ。おい、来た！ここでかよ。やべ、あぶねえ、あぶねえあぶねえ。でもあと一匹いそうじゃない？あと一匹いるんでしょ、どうせ。やば。よし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 、ここで戦うのいいよ。これトロッコに引かせながら戦うっていうのいいね。よし。あれ、クリーパーもういない？絶対いると思ったんだけどな。もしやトロッコに引かれて先にやられちゃってるか。おいー、まさかの、うおい、うわ、あぶねえ、あぶねえ。ホースマン、あんにゃろ、あそこで待ってやがるな。よっしゃよっしゃ、オッケー。突撃、あぶねえ。お、なんか出た。お、輝くロープか。いいね。はいはいはい。もうだいぶ先まで来たよ。もう終わりでしょ。もう終わりだ。ほらほらほら来た。ボスでおしまいです。ボス自体は多分大丈夫だね。どういう作戦でいこうか。この武器、ちょっと待てよ。ちょっと、火力重視でいこうか。ね。火力重視で、いきます。の方がいい。うん。の方がいいや。よし、オッケー。キノコは使わずにね。いきます。一瞬で終わらせるわけにはいかないだろうね。
おっしゃー、一瞬で終わった。よし、はい。あ、でもここはね、クリアするまでが気を抜けないところなんだ。あれ、あったあった。こう気抜けないんだ。最後3匹ぐらいいるでしょ、敵が。あれ、いない。あ、いた。ちょっと待てよ。最後の最後にこれないでしょうよ。最後の最後に、何このアホみたいなやつら。 OK、 爆発でやられちゃいなよ。うっそ、うっそでしょ。ちょっと待て、やっべ、いや来るな、あっち行け。よし、終わった、終わった、クリアです。はい、まあまあ、武器もね、ちょっとまだまだいいやつ探してますので、はい、頑張っていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ちなみに、出てきた報酬はこれでした。壊れたビーコン。